俺は佐々木光弘、嫁の文代とは結婚1年目だ。俺の両親とは同居の予定はないが、俺の職場が実家近くにあるので時々文代も呼んで仕事帰りに実家で食事をすることがあった。文代は両親とはうまくやってくれているが、弟の高弘のことが気に入らないらしく、家に帰った後で陰口を俺にぶつけてくることもあった。そして俺が休日に弟と遊びに行った数日後、文代からこんな LINE が来たのだ。光弘最低、もう離婚よ。なんだよ急に、俺なんかしたか？この前の日曜どこ行ってたのよ。日曜？日曜は高弘に会ってたよ。文代にも伝えただろ。誰この女、腕なんか組んじゃって仲がよろしいこと。お前これいつ撮ったの？高弘さんと電気屋行くって言うから私も行きたいなって後からついて行ったのよ。まさか女と会ってたとはね。何デジカメなんか一緒に見てんの？二人でドライブでも行って思い出作るつもりだったのかしら。その女高弘だぜ。言ってなかったけどあいつ女装家なんだ。嘘！写真もう一遍見てみな。嫌よ。自分で撮ったんだろ。不倫相手の顔なんか見たくない。不倫じゃないからよく見てみろって。待ってよ、やだ高弘くんじゃない。なあ、いつか話そうと思ってたんだけどな。びっくりさせちゃったな、ごめんな。離婚と言われて驚いたが、嫁の勘違いだと分かった。高弘の女装のことはいつか話したいと思っていたし、これもいいきっかけだよなと思った。しかし文代の返信は高弘に対するひどい言葉だったのだ。最低。え？女装とか理解できない。高弘くんやばいんじゃない？いや、あいつはしっかりしてるよ。趣味を仕事に生かそうとしてるからな。は？女装が仕事？ないない、そんなんで稼げるんだったら私も男装するし。趣味を仕事にするとか世の中舐めてるわよ。そんなこと言いながらあの子働いてないじゃない。もう26歳なんでしょ。すねかじりのニートなのに言うことだけは一人前なのね。ニートじゃないよ。だったら引きこもり。あの子いっつも家にいるでしょ。家に金入れてないのにぐーたらしてさ、私らと会っても気まずそうじゃん。私にほとんど話しかけないしさ。文代が嫌味言うからだろ。前から思ってたけど文代は高弘にきつく当たりすぎ。ネクラで近寄りがたいとか本人に言うことじゃないだろ。あいつお前に気使ってるんだぜ。だって暗いんだもん。じーって黙っちゃってさ、座敷わらしみたい。あれじゃ社会でやってけないわね。ああいうのはどこ行ってもダメよ。おい、そんな言い方はよせよ。高弘も最初はお前に話しかけてたじゃないか。なのにお前一言も返さず無視だろ。それじゃ誰だって黙るよ。だってムカつくんだもん。何がだよ。存在全部生理的に合わない。女装家とかなおさら無理。ニートで女装家とかマジ終わってる。だからニートじゃないって。弟だからってかばってんの？いっつも家でパソコンいじってさ、どうせネトゲでもしてるんでしょ。さっきからニートって言ってるけど文代はどうなの？主婦業ちゃんとしてる？ご飯作ってるし。全部冷食かインスタントじゃん。自分はまずいからって食べないで一人だけ外食で済ませてきたって言うよな。うっさいな。冷食でも皿に移してやってるでしょ。トレイごとじゃないだけ感謝してほしいわね。専業主婦なんだからもう少しちゃんとやれよ。洗濯だって俺がやってる。私がしてるでしょ。お前は洗濯機のボタンを押してるだけだろ。仕事から帰ってきて生乾きの洗濯物干して、翌日帰ってきてもそのままだから俺が畳んでるじゃないか。マジうっさい。ボタン押してやってるんだから感謝してよ。
私は立派な主婦でしょ。攻める相手間違えてる。話そらさないでよ。私のこと責めてる暇があったら弟にビシッと言ってやりなよ。弟はニートではないと言おうにも聞く耳を持たないようだった。弟のことを嫁に勝手に話してしまったことを弟に謝ろうと仕事が一段落した後で弟に LINE をした。すると嫁のとんでもない行動が明らかになった。高弘か、お前の助手姿が文雄に見られたみたいでさ。一応事情は説明しといたけど、うまく納得させられなかった。ごめんな。兄ちゃんやべえよ。え？あの人やばいよ。いきなりうちに上がり込んできて俺の服切り裂いてったんだよ。え？それで捨てられたよ。女装ニートは生きる価値ないとか言って俺止めたんだけど、大事な衣装ほとんどハサミで切られちゃった。信じられないよ。マジかよ。俺ニートってことになってんの？あいつの中ではそうらしい。お前働いてるのにな。これで稼ぐからって言ったんだけど、基本家にいるから勘違いされたのかな。文雄さん前から俺のこと睨んでたしな。もういいよ、ごめんな。衣装代はちゃんと請求する。ありがとう。大切にしてた服なのに。お前なら何でも似合うよ。お前は普段通り好きなことを楽しめばいい。あとは俺に任せろ。大丈夫だよ、人気者の女装家さん。弟の服は大切な商売道具だった。趣味の女装を仕事にしているのに嫁は理解する気がないばかりか取り返しのつかない行動に出た。弟を守るために俺は主婦ニートの女を叩きのめそうと LINE した。文雄、高弘から聞いた。服ハサミで切ったそうだな。練習してくれ。はあ？捨てるのに袋に詰められるように小さくしてあげたのよ。私は高弘くんのためにやってあげたのよ。あんな世間様に顔向けできない趣味なんかやめさせて、ちゃんと真っ当に働くようにってね。趣味が仕事になったって言ったよな。仕事なんかしてないでしょ、あのニートは。あいつの名前カタカナ表記で検索してみろ。はあ、なんでよ。いいから。うっさいな、わかったわよ。ねえ、海外にも認められるモデルって何？それがあいつの仕事。モデル、コスプレイヤー、声優、あとコラムニストとかもやってる。ねえ、超有名人みたいなんだけど、インスタのフォロワーやばいんだけど。私の知ってる雑誌にも載ってる。年収700万。は？高弘の年収。え、ニートじゃなかったんだ。超有名マルチエンターテイナー。商売道具の損害賠償よろしく。え、おいくら？切り刻んだ服の画像を送ってもらった。凝ったやつばっか遊んしてくれたな。だいたい合計で120万だって言うからよろしく。はあ、たかが服でしょ、なんでそんなにするのよ。オーダーメイドの特注品、生地もこだわり抜いた繊細な世界に一つだけの一品。全額しっかり払ってもらうからな。無理無理、そんなお金ない。働いて返してください。あと引っ越ししろよ。はあ、お前とはもうやっていけん。お嫁さんになったら尽くすってアピールするから嬉しかったのに、家事の何一つまともにやらんとは。騙された、もう知らん。待ってよ、実家は帰りたくない。大学行ったのに働かないで怠けてたら追い出されたの。今さら帰れないよ。実家帰れると思ってんの？今回のことご両親にも通達済みだから。え？俺の弟のことディスりまくって商売道具の服もボロボロにしましたって言っといた。やめてよ。親父さんカンカンだったぞ。一人で引っ越しも仕事探しも全部しろだと。ご両親も俺も一切手伝わないから。やだ、できないよ。今まで怠けまくった分しっかり働いてください。じゃあ。その後俺からも実家からも養うことを拒否された嫁は住み込みのバイトを見つけてきた。
店長が厳しい人だと泣き言を LINE してきていたが、すぐに離婚のための弁護士を雇ったので、うるさい LINE も来なくなった。弟は大切な服を失って嘆いていたが、すぐに新しい服を手に入れ、モデル活動に精を出している。幼い頃はあんなに泣き虫だった弟が、こんなにたくましく成長してくれたことが兄として嬉しい。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。